皆さんこんにちは、桜井孝弘です。まあいつもはですね、にぎにぎしくお送りしている、桜井孝弘のかっこ笑いなんですが、今回はちょっと実験的な企画を、皆さんにお届けしようと思っております。皆さんご存知ですか、最近某番組で人見知り芸人なんてやってるの。まあ各有僕もですね、声優界でも一二を争う人見知りなんですよ。あのオードリー若林さんが言ってた、あの打ち合わせの部屋とかで、やることないからつって、あのペットボトルのラベルを読み込むとか、超俺もよくやる手なんですけどそれぐらいの僕は人見知りなんですよ。そんな僕がですね、僕以上のハイパー人見知り声優を発見してしまったんです今回はなんとその方のブッキングに成功してしまいました期待感上がってますよさあ早速人見知りゲストをご紹介しましょう。この方ですこんにちは、ジャンゴミです何で受けたのなんで受けちゃったの。今回のゲストは二十歳で現役大学生の内山聖輝さん。多くの作品で主役を演じる実力派です。最近お仕事でね、はいはい、一緒になって、はい、本当最近だよね。そうですね。そうそう、ね、もうお互いね、抜群の人見知り気してね、あんま喋んないし割と近いとこ座ってます、ね、そう、割と近い、本当一人二人隔てて並んで座ってるのに、うん、ほとんど喋らない。ちょっとトイレ行きすがら、おいおいおいみたいな、それぐらいなんでございますけども、なんか一つ思ったのが、はい、あのお互いどういう印象なのかな。それって結構ね、人見知り界においては結構結構なあれですよね。そう、ハードル高い、高いね。なんか第一印象、初めどう思ってた。いや、人にそんなこと思わないですよこれはかなりのレベルですよ人見知りっぷりは人のことあんま考えてない、興味ないの俺はちなみにね、内山くんはね、はい、すごく硬派で、でもアニメなんて見ねえしみたいな、なんかそういうちょっとなんか硬い役者みたいな、うん、俳優みたいなね。恥ずかしいですねこれ、うん、当たってる。どうだろう、分かんないですけど、まだまだ打ち解けられないようですねまあそんなわけでね、はいはい、今回は、まあ、声優界屈指の人見知りの我々が果たして番組を通して仲良くなれるか、それが企画であり目標です。じゃ終わった頃には、終わった頃にはもう、いやっつってハグ熱い友情が、熱い友情が生まれちゃってるかもしれませんね、世代を超えたね。題して、人見知りなんて吹き飛ばせ友達プロジェクト、イエーイよろしくそんなこんなで今回はですね、はい、番組が総力を結集して莫大な制作費を投じて作った友達マニュアルというものを渡されました。友達マニュアルか、見てくださいこのペアお金かかってますねまあ30分ってところでしょうね時間的に。この友達マニュアルというもののこの、まあ、まさしく、まあ、取り扱い説明書ですね。これに従って、うん、これから俺本当に何が書かれてるか知らないから。今回は人見知りな2人が仲良くなれるよう番組が全力でプッシュすることになりました。これから友達マニュアルに沿って4つのステップをクリアしていってください。全ての項目をクリアした時2人の心は通じ合っているはず。では早速ステップ1をどうぞ。ではステップ1お、あ、相手にニックネームをつけて番組中はお互いその愛称で呼び合ってください。ニックネームか、これね、これね、俺ね、もう小学校の頃からね、ニックネームをつけにくいっていう風に言われてね、もっぱら評判だったの俺。なんて呼ばれてました。桜井ニックネームとかじゃないですよねニックネームね、うん、僕はあれですよね、内山さんとか内田さんに多いやつですね。あー、そうだね、うん、やっぱそうだよね、ウッチーだよね多分ね、うん、でもそれだとさ、うん、もうこの、まあ、オリジナリティがないから、はい、うっちょん、うっちょん汚いよ、ね、うっちょん、コーキンこの子ちょっと可愛くない、ゆるキャラみたいで。うっちょん、うん、僕は何て言うんですか。うっちょんが決めてよ
もう始まってる。早いな。うちゃうちゃう。悪く。ねえ、うん、名前ではなかったんですか？名前いじったやつは。名前いじったやつはあんまない。まあ、高弘とか、親しい先輩は高弘とか、あの実家では高くとか。高く。高くできますじゃない。高く。お袋思い出しちゃう。思い出しちゃう。ウッチョンかお袋買ってました。高くんいいじゃないですか。高くん。マジで？じゃあウッチョンと高くんで。高くん。なんだこの汗。高くん。高くんにし。高くんで行く。決定しました。ウッチョン。高くん。高くん。混ぜるのよ。ちょっと打ち解けたところで次のステップ行ってみよう。イエーイ、ステップ2。んじゃじゃん。ドキドキ相性診断手作りです。まだまだお互いのことをよく知らない2人、ここでは番組が用意した質問に答えてもらい、2人のパーソナリティを探っていきます。お互いの答えに共感できたらニコニコマークを、理解できないときはがっかりマークをあげてくださいね。こっちのニコニコマークが多く出したら俺たちの相性バッチリかもみたいなね。そういうゲームでございます。わかりました。わかりましたね。はい、すっごい似てるね。いや最近あの落書きをね、落書き、うん、よくするので、うん、あ、こうやって表情作るんだと思って。上の空じゃん。収録で上の空じゃん。眉毛こうしないんだと思って。ちょっと勉強になるなと思って。ちゃんと得てくね、なんかね、仕事の中でね、ほんとに。じゃあ早速いってみようか。はいはい。初めのドキドキ相性診断、こちら。あ、こっちに書いてある。うん。休日の過ごし方。あー。あー、なんですかね、こう。休日ねー。まあ、ベタな質問ですけども、お互いのプライベートがわかる。二人は一体どんな休日を過ごしているのでしょうか。興味津々。せーの、バン。ショッピング。映画館。あ、何を買うんですか。洋服とか。あ、バンスーツ洋服も。あ、洋服も買うじゃん。洋服買うじゃん、うちゃん。タカ君は義務のように言ってるからね。はい、やっぱりあの買い物好きなんだよ。一人で行かれる。一人で行く一人買い物が多い。俺。新宿でタカ君を見た覚え。ギリギリセーフだったね。タカ君見た覚えが。マジで？声かけなかったけど。なんで売っちゃう？待ってたのに。待ってた。タカ君。嫌でしょ絶対。タカ君。絶対嫌でしょ。逃げるね。隠れるし、ね。そう思いましたよ。俺あんまりあのその声優の業界で友達いないから、あのそうそうそうあんまりいなくて、あのねあのアパレル系の知り合いとか。そう。どうやって知り合ったの？やっぱちょっと不思議な格好してるからか興味を持って話しかけてくる。不思議ですねって。うんで不思議ですね。そうだね、それぐらい来てくれた方がいいんだよね。うん、やっぱりって。で、あのえどういう仕事されてるんですかって聞かれるんだけども、消防士って答える。つくんだ、うん。いや消防士このあだ名じゃないけど、うん、その縛り忘れちゃうことはないから、消防士設定で始まるわけでしょ。大体消防士設定だ。でホースの。こういうちょっとこう今日は家事の方大丈夫なんですかみたいなちょっとみなぎった感じ出してみて、ああうん、まあ私はショッピングなんですけども、はいはい、まあ、僕はまあ大体映画館行きますね。映画好き、うん、もうそれは洋画邦画問わず。何でも見ますね。おお、最近見た映画何ですか。最近、まあ、家でよく見てるのは、うん、オズ映画ですね。おお大学でね DVD 借りられるんですよ。あ、そうなんだ。それでオズボックスがありました。オズボックス3枚ずつぐらい借りて夜中に見るっていうのはありますね。なんかもう一応上がりだよね、なんとなく上がり、なんて言うんだろうな、ちょいちょい若くない。うっちょうっちょまあうっちょよく若くないって言われますね。なんかちょっと老成してる感じがあって、小学生ぐらいから言われてましたね。あ、いやいや若さってなんですかね。もう無機動。お前し深い。無機動なことすればいい、うん。それ俺に言わないで。では相手の答えを理解できたか。そっかそっか。そうそうそう。なるほどね。カード上げてみようじゃないか。どうですかね。どうだ。じゃあ一斉に、はい、答えをどうぞ。はい。お。ほら。いいじゃないですか。いいじゃないですか。ショッピング、だって買うもね、うっちゃんもね買う今度ね、声かけて。いや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 、ちょっと
待って、流れ的に、流れ的になんで声かけるんですか、中君って言う。いや当然、じゃあ、うん、その代わりも全力でうっちゃんって呼ぶけどね、そのリスクは考えてね。じゃあちょっと避ける方向でまだまだ通じ合えてないぞ。続いての質問はマイブームを教えて。回答せーのダン。牧陽子さん、そば湯。牧陽子さんマイブーム、マイブーム。いやー、なんだこのべっぴんもの。結婚しちゃいましたよね。関係ねえ。え？あ、でもお子さんもいらっしゃるんじゃないですか。いや、そんなの関係ないね。そんなの関係ねえっていう人がいましたけども、俺の牧陽子は、俺の牧陽子、俺は何で全般してる。何そば湯だ。しびいな、今で。いちいちしびい。お昼ご飯とかで、まあ、お蕎麦行こうかと思うことが多いなと。で、それでやっぱ、お蕎麦言ってなるじゃないですか、食べ終わった。まあやっぱ、まあその流れだよね、やっぱりお蕎麦いただいたと。その時間、あ、至福のひとときみたいな。そう、なんかこう、あ、ちょっとわかるな、牧陽子。な、何がきっかけだったんですか。なんだろう、なんかね、SP、目があったんだよね。どこで、それはちょっとヤバい趣味だな、うん、なんか視線を交わし合ったんだろうね、多分俺と陽子は。それで、あの、え、どうですか陽子今。さあ、俺はあんまり引っ張らないほうがいいぞ。さあ、お互いの気持ちは通じ合ったのか。せーの、イエーイ。あー、まあね、俺の片思いか。あの、綺麗な人だと思うんですけどね、牧陽子さん。いや、そうですよね、いい人だと思いますよ。でしょ。牧陽子のどこがいいんですか。うん、そうだな、これは語るとね、2週にわたってしまうといい。怒られたい。何その質問。え、何、どうした。なんか怒られたいみたいな。あ、でも女の子に怒られるのそんな嫌いじゃん。牧陽子に、なんか、ね、ごめん、ダメでしょ。あとで。あ、ちょっとこっちに近づいてきました。ほらほらほら、揺れてる、揺れてる。ほらほら、今ね、ハムハム。どっちが揺れてる。さ、牧陽子さんが、ほら、うっちゃん、ダメでしょって。うっちゃん、こっちで。やってみるもんだな、これ。ちょっと粘ってみるもんだな。ほら。次の質問。二人は何フェチ。はい、では二人の回答。OPPA おっぱい。もうOPPA おっぱいです。僕は咀嚼音。はい、ちょっと待ってください。これ一回ずつ聞きましょうか。はいはいはい。そんなに完全に説明がいるよ。大丈夫？あのね、咀嚼音ってあるじゃないですか。ありますよ。物をね、誰しも噛んで砕くっていう音が。はい、今んとこうっちゃんはね、ド変態。そうですか。だから女性に限りますよ。女性がこの間ね、うん、映画見てたら横のね、うん、おっさんがね、うん、ガム食べだして、その咀嚼音たるやね、あのくちゃくちゃ感が、もうね、まずうるさいっていうのもあるんだけど。あ、そうだね、映画館で、ね、めちゃめちゃもうね、嫌だった、嫌だった。ただ牧陽子がガム食ってたそこ、これがね、このフェッチの問題、そこなんですよ。だって人によるだよね。俺だってお前に咀嚼したいもん。あれ、これ違う。あれ、これ違う。意味が。これ違う。早い。いらない、こういうのいらない。もう、下さんもいらないと思う。いらないですか。これすごいね。でも何かこう、ちょっとこう。耳元で食べてって言いたい。めっちゃ。なんか普段もそういうこと言ってるの。言ってないですよ。大丈夫、言い馴染んでるような。願わくば。願わくば。願わくば。女性のね、ナッツがいい。ナッツ。ちょっと硬い方がいいんだ。そう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 。何、マカデミア、それも何、ピーナッツとか、ジャイアントコーン的な。ジャイアントコーンで。おかしい。ナッツじゃねえし。じゃあもうどんな人咀嚼。それは綺麗な人じゃないよね。例えば牧陽子以外で。牧陽子以外。以外で。ああ、誰ですかね。どうか。ジャクユムかな。三人。あ、これいいよ。これね。俺は今もうキュンキュンしてる。本当に。はい、じゃあ2人の気持ちは？イエーイ！あ、こっちだ。あ、こっちだ、こっちだ。あれ？ちょっと待ってくれよ。それなのね。え、ちょっと待って、ちょっと待って。あんなに俺たち弾んだじゃん、いろいろ。俺、うっちょ。反応してないぞ、タカ君の。俺が出し間違えたことって。ステップ3、2人ぼっちの合コンゲーム！さあ、盛り上がってまいりました。
二人でやるんですか。うん、そうだぜ。だって二人ぼっちの合コンゲームって言ったじゃんもね。聞いてた。言ったし俺。聞きました。なんだ、だって大学生でしょ。もう、大学生ですね。もうすごいんじゃない。もう昼間から合コンとかやってる。僕やったことないですよ。そんな感じだよね。夜な夜な見知らぬ男女が集うという合コン、人気の合コンゲームで2人の距離を縮めちゃいましょう。まずは山手線ゲーム、お題に合った答えをリレーしてください。負けたらデコピンの罰ゲームですよ。はい、じゃあお題を。いや、私今番組のホストで決めさせていただきました。じゃあお題を発表させて。はい、咀嚼音が素敵な美人芸能人。さて誰なんでしょうね。誰だろう。面白いことですね。じゃあ爆弾セッティングさせていただきます。何ですか。いいですか。はい、わかりました。これをぶっこ抜いたと同時にもうイヤホン出しに始めますからね。怖い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 。完全にノルマビビってますね。結構危ないね。これいきますよ。はい、では山手線ゲーム、うっちゃんとタカ君の山手線ゲーム、咀嚼音が素敵そうな美人芸能人、イエーイ。宮崎葵。結構びっくりした。思った。うわ、びっくりした。これいどっちだ。俺アンアンって言ったもん。アンってアンってそのアンだと思わなかった。人の名前。アンアンってなんで変えちゃうんだ。変えちゃう。ああ、俺の負けだ。ででマジゲーム。マジゲーム。デコピン。デコピンいきますか。デコピンいっちゃいますか。これデコピンどこがいいですか。どこがいいですか。ほっほそうきますか。逆にお伺いしましょう。どこをデコピンしたいですか。デコピン別にしたくないですよ。デコピンですよ。いいですか。デコピンですよ。あ、デコや。何ですか。メガネ外すし。ガネ目外し。どうしよう。どこがいいの。じゃあやっぱデコ行きます。デコ行っちゃう。高い高いですね。優しいから。前髪行った。行きますよ。はいはい。なんだろう、チューを待ってる。人にデコピンするのは何年ぶりだろう。俺もされるのすげえ久しぶり。行きますよ。ちょっと怖い、ちょっと怖い、ちょっと怖い、ちょっと怖い。はい。ああ、なるほど、こんな感じ。ああ、わかったわかったわかった。うん。あれだ。なんだこの甘酸っぱい。甘酸っぱいの。甘酸っぱい。甘酸っぱい。うっちゃん。続いてのゲームいってみよう。イエーイ。次何やるんですか。拾ってくれないよね。じっと俺の顔見てるの分かってるけどね、うっちゃん。続きましてのゲームですね、大発表です。今度は食材のゲーム。はい、2人には目隠しをしてもらい、目隠ししてもらい、スプーンに乗った食材を食べ、それが何なのかを当ててもらいます。共同作業で頑張ってね。2人でそう当てる。2人で1つの答えを導き出す。なるほど。まず最初に食べてもらうのはこちらのプルーン。干しぶどうに似た味と食感ですが、わかるかな。あ、本当だ、お皿。あ、これか。まさしくメガネメガネなんだよね。え、あ、これスプーンかな。どれ。あった。これか。あった。ね、ちょっとしてる。なるほど。あー、え、甘酸っぱいですね。甘酸っぱい。え、なにこれ。あれじゃない、あのドライフルーツ系じゃないですか、これなんかね。レーズンとかじゃないこれ。違う、これレーズン好き。
レーズンじゃない。でも初めは果物だと思った。果物。そうそう。一応いちご的な。いちごじゃないでしょ。なんかそのなんか表面のザラ感と、そうそう、グニュッとした感じ。そうそう、グニュ感のそのコントラストがちょっと、あ、いちごでも味が違うぞ。味違うんですね。と、そう推理している時にうっちょのドライフルーツ系じゃね。うんうん。っていうので俺はひらめいたね。何ですか。これ俺嫌いなんじゃないかな、これ。な、嫌い。何嫌いなんですか。トマトってやつじゃねえかな。トマト？違うかな。トマトじゃない。違うかな。いや、フルーツですよ。いや、でもさ、でもさ、うん、ドライフルーツ系のトマトだね。これね、今どんどんテンション下がってるよ。トマト嫌いなんですか。もう、もうあれはトマトでいいですよ。いいトマトで、うん、いい、嫌いなもんね。いい俺のことうちを信じてくれんの。タカ君信じる。じゃあ、僕らのファイナルアンサーはトマトで。トマト。答え始めます。はい、せーの。ん、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、トマト、トマト、トマト、え、なにこれ、プルーン、プルーンか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 。いや、レーズン惜しかったんだよ。だから、あ、でも本当だ、うっちゃう、メモ、トマトで。続いては見た目も可愛いお菓子マカロン。ここはぜひ2人で食べさせ合いっこしてください。取りましたよ。取ったよ。うちょん、たかくん、うちょん、どこにいるの。左だよ、左。うちょん、え、どっちから行きます。俺からうっちょん、うっちょんから俺の順番に行こう。行きましょうか。うっちょん、はい、うちょん、あ、合ってるよ。合ってる、はい、うちょん、うちょん、これかな。あのね、うちょん、全く予感がしない。え、俺の気配はない。スプーンが、ちょっと待って。うん。うちょん。左手とか下手か。うちょん。うちょん。あ、それね、右肩。これ右肩。それ右肩。右肩。あ、くせえ。うちょん。それ右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 。うちょん。うちょん。ああ、うちょん。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 はいはいはい。うちょん。大きく下げて。こっち向くから、こっち向くから。あ、来たよ。え、どこ？え、この辺？あ、あ、なにこれ、なにこれ、なにこれ、え、これ、口いってる？あ、じゃ下辺でね。じゃ下、下。上か、この辺、この辺。あ、これだ、これだ。これ、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 
珍味というかおつまみ系で、おつまみ系の割とこうなんていうんだろうな、ベタなオーソドックスな定番的なところじゃないの、こうイカ的なサムシングでしょ、これ多分イカの塩辛でしょ、どうだ、塩辛でしょ、ちょっとこれ最後にうちもこれ来たんじゃない、来ましたね、ファイナルアンサーいます、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、イカの塩辛、なんかちょっと違う、あれイカ黒いイカだよね、これでもね、これイカホタルイカの塩辛、ホタルイカの塩辛、イカの塩辛、イエーイ、来た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 、これか、おとといでも最後でしたね、ゆうちょぱ中君、合コン楽しかったね。そうですね、うん、これで終わりですか。いやまだある4つのステップが残っておりますから。あ、なるほど、うん、まだあと1つ、ラストマニュアル、ここで久々のご登場でございますけど、懐かしいですね、いきますよ、はい、ステップ4、お二人とも頑張りましたね、はい、それでは2人が仲良くなったところで、さっきのぎこちないオープニングをもう一度取り直させてください。え、何これ、ぎこちなかったんですかね、ぎこちなかったよ、何て言うけど、ぎこちなかった、もうそれすらも言える仲になったから俺ら、あうっちゃん、じゃあ取り直し、こんなの前代未聞だよ、俺初めてだよね、最後にまたオープニング何回も見れるみたいな、ぐる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 見れるみたいな、何回もね、早速打ち合わせを始める2人、完全にアドリブでお願いいたします。それでは3、2、1、9、みんな、タカくんだよ、元気、この番組はね、毎回たくさんの楽しいお友達が来てくれるんだけど、今日のお友達はちょっと人見知りなんだって、でも超いいやつ、俺のマブダチ紹介するぜ、こっちだ、こんにちは、内山聡輝です、イエーイ、呼んでくれてありがとう、うっちょー、なんだよ、遅いよ、よっちょー、ごめんね、なんでだ、スケジュール、ごめんね、もう忙しいんだもん、いや、もう久しぶりじゃん、ちょっとやってる、やってる、超やってるよ、うっちょー、大丈夫、本当に大丈夫だよ、なんかまたちょっと背伸びたんじゃね、うっちょー、伸びてないよ、なんか悔しい、どんどんいい男になっていくも、うっちょー、だって越しちゃうぞ、越されちゃうぞ、みたいな、今回のテーマは人見知りなんて吹き飛ばせ、友達プロテクト、イエーイ、てかマブダチだし、はい、ありがとうございます。暗く冴えない表情、一向に弾まない会話、二人の間にある見えない大きな壁、それがなんということでしょう。匠の技によってこんなに生き生きした瞳に友情が溢れ出ているかのようです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうだった。え、番組全体出てました、ね、うん俺たち長くなったのかな、ちょっと無理やり感はちょうだい。いや、でも最後のあの奇跡コラボレーションと言いますか、そう、あのぶつけ本番あと今度現場で会ってもタカ君って言ってタカ君俺もウッチョンって言って絶対ですよ、わかりました、じゃ